吉野さん、こんばんは。短くですね、ただいま紹介いただきました石坂といいます。元第39普通科連隊というところでレンジャー隊をしておりました。またですね、私は地方議員も2期8年ほどしていてましたので、政治家の端くれとしても安倍晋三に言いたいことがあります。一つはですね、安倍晋三に言いたい、税金も自衛隊もお前の所有物ではないので勝手な法律をするんじゃないっていうことです。私は1992年一番最初の PKO の時にすでにレンジャー隊員で担当陸と青年退職までいる階級にいました。だけどやっぱりあの時もそうだったんですけれども、平和だとかって言って法律をご了承しちゃったんですよ。20年経ったら今戦争の手伝いまで行くっていうところまで拡大しちゃうんです。これが権力の横暴、これは民主主義の破壊、法治主義の破壊、安倍晋三による人治国家っていうですね、朝鮮民主主義人民共和国みたいな政治がこれからどん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 ご了承させるなんてことは真っ平ごめんなので、私はこうして説明を出しながらこの法案趣旨に向かって体を張っていく。この若いシールズやさっき特許っていう若者も言ってましたけど、いろんな誹謗中傷あるんです。だけどそんなことで言えずに体張って俺たちは阻止するために発言を続けていきます。そしてもう一つ、皆さん自衛隊はすごいかわいそうなんですよ。このご利用しの法案が通ると自衛隊は軍隊じゃないので世界の戦時国際法とか国際人道法のルールに適用する軍人じゃないんです。戦争現場でもしアメリカの手伝いをしながら反撃をしなきゃいけない場面に出くわしたとき、自衛隊が反撃をした、流れ弾で市民に当たったとした、市民を殺してしまった自衛隊は日本国内で刑事を殺人だし自衛官は裁かれるんです。そういう法律なんですよ。このことをね、国会で安倍晋三も与党の議員も一言もこの問題に触れないっていうのは、自衛隊員は死んだっていいんだっていうですね、無視な当然法案と私は言いたいんですけれども、真実を語りっていうことなんですね。自衛隊員は戦争するため、だけどその戦争するのは専守防衛、日本が本当に攻撃をされた時のみ武器を持って体を張るっていう隊員なんです。61年間海外の軍隊とともに武力による戦争による紛争解決をするなんていう訓練も戦略も研究もしてないのが日本の独特の自衛隊のセオリーなんです。このセオリーを無視してまでご了承するっていう意味が私にはわからないし、もっと自衛隊員の命も きちんと大切に人権も扱ってもらいたいということを言いたいです。皆さんね、防衛費って1年間で5兆円使うんですけれど、これ専守防衛のためだけの5兆円なんですよ。これから高級法で自衛隊が海外に行くようになったら5兆円じゃ収まらないんです。税金は皆さんの税金のどっかを端折ってサービスをどっかに削ったのが自衛隊の予算に回るんです。ちなみにですね、来年総支出 10% は社会保障に回すっていう 10% に上げるって安倍さん言ってましたよね。10% の消費税は防衛予算に回さなかったら自衛隊を海外なんかに出せませんよ。その金は誰の金だって俺たちの決定なんだよ。決定は平和のために使えよっていうことです。安倍晋三は真実を語れ。アメリカだって世界最強最先端の軍事を持っていたってボストンマラソンでテロが起こるんです。イラク戦争に参加したフランスのパリでもテロは起きたし、イギリス・ロンドンもそう、スペイン・マドリードは地下鉄も爆破した。今度自衛隊を海外に出せば間違いなく日本に来るんですよ。そのテロの最初の犠牲者は市民と警察ですよ。警察のことを考えてるのかって、自衛隊や警察員の構成要員を把握してるのかってね、本当に安倍は国会議員は勉強しろよ、戦争のリアリティを。どうしても戦争したかったら法案に関係する国会議員は予備自衛官にせめて登録をしてちゃんと訓練を受けろ。俺は自衛隊を辞めたけどこういう立場だけど、お前たちを作った法案が通ったら予備自衛官に収集されるんだよ、いじられるんだよ、選挙に回されるんだよ。そういうリスクを過去もお前たちも負ってたらこの法案を取り組めっていうことです。それがなかったらちゃんと憲法改正の手続きを踏んで正々堂々と国民の審判を仰ぐということを、言いたいことと、
これからもずっと新宿の皆さんが希望中心にめげずにですね、こうした活動が続けられるように、緑のおじさんも頑張っていきたいと思います。共に頑張りましょう。こちらよろしくお願いします。いや本当にこの間も何が武器に大役かっていう自分が実は議論されてなかったってことがよく分かりましたよね。手榴弾は武器ですか？手榴弾は武器ですか？弾薬ですか？弾薬です。ミサイルは武器ですか？弾薬ですか？弾薬です。で、じゃあもしかしたら核兵器はどうなんですか？核兵器は武器のようでいて、あれですね、ニュークリアウェポンですね。ニュークリアウェポンですが武器じゃなくて弾薬です。いや、まともに議論しないんですよ。弾薬はそっちだろ。